チャオ、あっちゃんです。さっきね、ちょっとトーク動画撮ってたら、宅急便さんが来て荷物が届きました。来ました。昨日注文したもの。はい、あっちゃんのお仕事道具です。はい、では、見ましょう。これね、実はね、あれ、こっちだけや。線が切れたのよ、マイクの。マイク、あっちゃんのマイク、ソニーの、PC60 っていうピンマイク。で、マイクスタンドもついとって、スタンドが折れちゃってもう今使えへんだけど、だから今まあペットボトルにちょっと水入れてね、重み作ってこうやってつけたんだけど、これでつけてんだけども、実はカメラがここにあるんだけど、カメラの、この、三脚こうやってカメラを置いて、こうネジでこう調整するネジあるやん。あれは逆向けにつけて、ネジの頭のところに、ここにカメラ、マイク置いとって。だから、PC60 のマイクは結構全方向の音拾うから、いろんなノイズ入んねんね。ってことはマイクの後ろ側、テレビ側のノイズとか音も拾う。で、やねん、ノイズじゃなく音ね、拾うねん。ってことは、外配信してるときに、あっちゃん以外の音ってめちゃくちゃ入んのよ。声とか、周りの。だから、レストラン動画、外食動画は、周りの雑音であっちゃんの声聞こえへんってよ、あったでしょ？で、それをね、まあ、マイクの、あれやから仕方ないわと思ってて。ほんで、この線、今回メインはこの線やね。延長線。これが切れちゃってんね、この根っこで。で、ちょっと数日前からね、マイクノイズが入ってた。じゃーっていうの。これ何回かこんな線買ってんけども、マイクノイズ入るマイクが多かった。で、だいたい線のノイズやねんけど、ソニーのはなかったんね。だからこれ切れてから、ここですごいジャーノイズが入るようになってきて、で、これ気づいて、昨日かな音追加ぐらいに気づいたんよ。で、あかんからこれ買おうと思って見てた。ほんで見てた時に、ソニーで調べたら、ソニーこれないねん、オプションで。だから PC60 しかないねん。だから PC60 についてくる付属品やから、これを買うためにはマイクも買わなあかん。だから時々ヤフオクで PC60 の、マイク出てんねんけど、これがね、出てないね。多分これ欲しいがためにマイク買って、マイクをヤフオク出す人がいてるんやと思うね。とか、スタンド、マイクスタンドもあれ折れるからやねんけど、あれ欲しいがために買って、あれとこの線とかだけ取って、マイクだけ出す人がおんねん。ほんなマイク自体が2600円、3000なんぼすんだけど、2600円ぐらいで Amazon 出とんだけど、2000円ぐらいで落札されてね。やっぱり600円でも安い方がいいかもって、マイクだけ買う人がいてんねんね。うん。そう思ったらね、これ、悩んでたら、オーディオテクニカから1000なんぼで、この延長線が出てた。ええかどうかわからんねんけども、それポチったんよ。で、ポチろうと思ったんね。で、その時に、そういやマイクも一緒に買おうか悩んだんよ。こっちも。で、オーディオテクニカ買おうか、これで迷った時に、PC60 で調べてたら、外部ノイズが、外部からの音が入って雑音が入る。みんな大勢で会議するとき。だからここにピンマイクつけて、司会の人がいらっしゃべったり、周りのオーディエンス、周りの人たちの、意見も入れたいときにはいいねんけども、周りの意見じゃなく自分の声だけ通したい会議なんかやったら入らへんって、周りの雑音方が入るって書いてあって、それにはオリンパスがいいって書いてあったから、買いました、オリンパスのマイク。オリンパスのME52W。これね、単一方向モノラルマイクロフォン。珍しいね。ピンマイクで、これ全方向やねんね、PC60。こんな形してんのに、全方向。こっちの音も全部拾うね。こっちには穴あんねんけど、全方向から拾う。こっち側は、しまった。あれ買うの忘れた。アフロ。これは大きさ違うね。またアフロも買おう。よいしょ。これね、オリンパスの、オリンパスもまあまあね、マイクとかいいオーディオ系のメーカーだから大丈夫やと思うねんけど、付属品が少ないって書いてあったね。確かに。あ、アフロ1個ついてる。よかった。これもでも消耗品やからね、買っとかなあかんね。こんなアフロね。と、これは配線ね、首で折れるからね、ほんまに大事に扱ってあげないんだけど。いいな、これ。L 型になってる。ソニーのは L 型じゃないねんね。こう、直やねん。で、あっちゃん、ソニーのカメラ、もうちょっと考えてほしいのが、画面をパターン
ポンって倒したら、これの入り口のここにこうなんねん。だから画面が当たったら、これつけといたら蓋できへんねん。で、これしたらポンってこう折れ曲がんねんねん。だからここが切れたりするし、ノイズ出たりするね。だからこれつけたまま、でもつけたままでも蓋しときたい。なんでかって、蓋開いとると電源入ってるから電池減んねん。でもちょっとまあ蓋したいねんけども、また使うときいちいち抜いたり刺したりされてめんどくさいし、この線ポトンと落としたりさ、ここが汚れたりさもダメやんか。ほんま刺しっぱなしにしときたいねん。だからほんまは外についとったらいつでも刺しっぱなしにできるのに、それができへんねん。ちょっとそれソニーさんカメラ考えてほしいところやねんけども。で、折れるなと思ったらこれ90度になってる。こうやって蓋しても当たっとっても全然大丈夫。うん、これいいわ。うん。ただ、延長したときにね、オーディオテクニカがどんな形してるかわからへんねんけど。ほんま今日届くはずやねんけどな。でもこれね、あ、でもこれ、こうなってる。から、逆に言ったらこれに、こっからオーディオテクニカ出したいね。で、これもっとつけといて、何がいいかって、これなってんねん、マイク。だから、もしかしたらこれマイクのレシーバー、無線のマイクのレシーバーにプチュンと挿したら、もうここ直にレシーバーに挿せることもできんねんね。で、こういったらこれをここに、プチって挿すだけ。で、これで、もうこっから喋ったんやけど、こっち向けとったらそっちの音しか入らへんね。単一方向やね。これはいいと思う。うん。うまくいけばね。と、あとピン。あっちゃん時々これなくすんやけど、ちょっと気に入らんのがね、シルバー。目立つんよね。黒の方が目立たへんかっていいねんね。うん。で、これはどうなってんのかな。どこへつくのかな。お、ちょっと待って、これいいぞ。こうやな。あ、すごいすごい。これも、回んねん。ほら。ってことは、これここへつくねんね。で、こう曲げられるのと、あと、マイクがね、変えられんねん、こう、角度。うん。で、これ、で、だから言ってみたら、これを、こうつけて、で、こうやって上向けてもいい。こうやってもいいし、自分の方へ向けといたら、うん。こうやったら、多分自分の声すごい開くと思う。うん。ちょっと試してみましょうか。では、まず同じ位置につけましょう。いいわ、いちいちそうにやったら抜いて刺して抜いて刺して向き変えないけど、これくるって回せるから、これね、今ここへつけました。で、同じ位置につけます。これね、台がないね。ソニーと一緒でね。で、今これソニーのカメラ。ここから行きましょう。ちょっと一回止めようか。なら編集するんだからね。では、マイクのテストします。はい、行きましょう。はい、同じこと言うね。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん、マイクのテスト中です。今、ソニーの PC60 使ってます。こんな感じの声。これが、あっちゃんから、30センチぐらい離した、30センチの、15度ぐらいの角度でマイクがあっちゃんの方向いてるね。そういう状態、ちょっとテレビもつけましょう。テレビをね、テレビを、ボリュームが20、ボリューム20でマイクロフォン、あっちゃんの方向いてます。これで、これね、ワイドショーがちょっと、ワイドスクランブルがかかってんねんけども、こんな感じです。はい。で、マイク変えます。はい。これがオリンパスの、何やったっけ、ME52W。はい。ME52W で、マイク、あっちゃんの方向いてます。これでね、どっちかな、マイクボリュームはね、左右じゃなく、左だけが動いてんねんけども、多分、モノラルやからかな、と思うねんけども、こんな感じです。まあ、こんな感じで音が出とるんで、なんとかなるでしょう、ということで、ちょっと待って、これ単一だけかな、多分。単一じゃないんだ。わからへんけど、まあこんな感じ。で、ちょっと静かにします。
叫ん夏姫が叫んでるよね。まあまあまあ、そんなんで、今、オリバス ME52W で、こんな感じです。では、ピンにつけます。ピンに、ここにつけます。ちょっと線が短いな。気になる、なんかこれぐらいやったら、まあ、カメラ持って手伸ばしても全然、1メーターぐらいあるのかな。大丈夫です。で、ここ、一番近く、この辺につけます。で、角度はあっちゃんの方向けて、つけて、ここでいきます。これ、オリンパス 52W です。ME52W、いきましょう。チャオ、あっちゃんです。大きな声からいこうか。チャオ、あっちゃんです。今、テレビ、ボリューム20で、チャオ、あっちゃんです。こんな感じで、いつもの感じ、あっちゃんねる、始めていきたいと思います。で、声を小さくいきましょう。チャオ、あっちゃんです。ささやいてみます。これ今日のあっちゃんのささやき動画、こんな感じで音入ってるでしょうか。では、お茶飲んでみます。無理にズルズル飲むで、ごめん、空気前のがゲプテだったね。なんかくちゃくちゃ食べられるもんないかな。なんかくちゃくちゃ食べられるもん、こんにゃく系のもあったんやけどな。まあいいわ、今日お昼ご飯動画はちょっとこれで撮ってみます。はい、こんな感じで、ピンにつけてみます。で、同じ位置にソニー、こんな感じね。はい、はい、これで今まで通りソニーです。チャオ、あっちゃんです。これがソニーの PC60、これ今まで通りの音やと思うんだけどね、いかがでしょうか。これでちょっと支えてみます。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのささやき動画はいつもと同じささやきの、チャオ、いつもと一緒 PC60 ソニーのマイクです。こんな感じ。ではお茶飲んでみましょう。はい、お茶飲むよ。はい、いかがでしたでしょうか。こうやって食べ物動画はね、まあ、いつもまあね、咀嚼音が弱入るって言われてるんで、これが PC60 の方ね。で、ちょっとこっちもう一回やりたかったね。そうオリンパスもう一回つなぎます。はい、これオリンパス PC60 やねんけども、ちょっとねマイクの角度を横向けてみると、こんな感じにちょっと横向けてみるとどんな感じになるのか、いきましょう。チャオ、あっちゃんです。チャオ、あっちゃんです。チャオ、あっちゃんです。ちょっと角度で、で、あとちょっと話してみます。胸の辺ぐらい、この辺ね。チャオ、あっちゃんです。これさっきと同じぐらいの声のトーンやねんけども、ちょっとね、これで上向けてんの。で、こんな感じです。で、いかがでしょうか。で、あ、そう。これが今、20センチぐらい離して、こんな感じです。で、ここでいこう。チャオ、あっちゃんです。こんな感じでまっすぐ向けると、多分、真正面やと思うんだよね。で、これちょっと、アフロを外してみると、こんな感じです。どんだけ変わるかな。これちょっとわかんないね。どんなノイズが入ってんのか。それとも、ノイズがないけども、ちゃんと音が入ってんのか、全くわからない状態です。アフロをつけると、こんな感じ。これアフロはね、風吹いた時とかは、外で風防って言って、風を、防ぐためのもんやねんけどもね。まあ、咀嚼音とかそのあたりもね、ある程度のね、高周波が、これある程度消えるんちゃうかなとは思うねんけども、意外とね、PC60 の時にはアフロ変わらなかった。そんな感じなんでね、ピンマイク、単一方向のピンマイク、一回使ってみたかったんけども、今テレビでピンマイクつけてる人見たら、この辺につけてる。で、線切れるのかな。これをね、こうやって、これをこうやって、なんかしてやんな。うまいことしてんな。テレビのこれを見ながらしてみましょう。はい。アフロね、赤いアフロついてるのかわいいな。ありいな。こんな感じにして、こうやってるわ。
大体ね、位置的にはね、この辺りについてるわ、でもテレビの多分マイクとかってすごいの使ってると思うからね、分からへんねんけども、これまあでも単一方向です。これね、もうちょい上やな、この辺やな、角度変えられるのはいいわ、こんな感じで、言葉は前向いていってるはずやけど、単一方向が下向いてやから、どこまで声が入ってるのかわからへんんだけどもね、こんな感じで、これからも配信、新しいマイクになるか、これはね、外の音とかも取れるから、これも並行して使います。だって、あの外の音も取りたい時ってあんねんね。だからあっちゃんの声だけじゃなくね、周りの音も一緒に取りたい時はこっち使います。で、言ってみたらこれは、音を拡張するマイクだから、そういう使い方したいとき、周りの音も取りたいときはね、使ったり、で、こっちはあっちゃんの声だけメインで取りたいとき使ったりとか、それ使い分けするのに、これが壊れたわけじゃないねんけどもね、ただ単に、あの音はどうしてもこっちの方が、なんていうの、音声とか入りやすいって。で、要はね、高周波の音をカットして、で、なんだ、周りの雑音が消せるかなと。ただやっぱ評判見てたらね、結構賛否両論で、音がちっちゃい、声がちっちゃいっていう意見もあったりもすんねんね。だからどこまでどうかわからない。あと、コネクタ部分が、あのマイク1個多い、マイク自体にさせるから、回るのはいいねんけども、ただそれで、可動部が多いと、断線しやすかったり、接触抵抗、接触不良を起こしやすいんで、そのあたりどうなるか、ちょっと長期的に使ってテストしていきたいと思います。そんな感じで、これから新しいパートナー、オリンパスの、ME52W、単一指向性モノラルマイクロフォン、モノラルやからね、多分左だけしか回ってないね。ステレオマイクロフォンやったら両方の音取れるからやねんけども、また今度ね、バイノーラルマイクって言って、ステレオマイクも取りたい、取りたい、欲しいなと思って、だからほんま後ろからとか全方向から音が入ってるっていうのを分かるマイクもちょっと高いねんけども、いずれそんなん買ったりとかね、やっぱ機材もこれからも拡張していきたいと思います。で、値段はね、そんな高くなかったん、これ2000円ぐらいやってん、このマイク確か、2000円やったかな、で1000が1000円とかで全部で3000円ぐらいやったと思うね。で、もうじっきね1000届くね、あれも今日届くって書いてあったけど、2箇所から届くみたいで、同時に来ると思ってたら来ませんでした。まあ、今回ね、あのアマゾンさん袋でよかったはい、あのもう箱、こんな箱できたらどうしようかなと思ってんけど、これで十分です。あっちゃんも別にあの梱包何も文句言いません。はい、機材さえ壊れてなければね。はい、ということで、今日はちょっと新しいあっちゃんの、制作パートナーマイクロフォン、ね、買いました。これで咀嚼音が軽減されたりね、やっぱりしたらいいな。どうしてもこれね、めちゃくちゃ咀嚼音が入るって、あと喋ってる時のペチャクチャクチャクチャ、全然聞いてても気にならへんのに、これで撮るとペチャクチャ音が入ってすごくダメだって書いてあったレビューがあった、これかって思った。だからね、買ってみました。はい、オリンパス、ME52W、 これであっちゃん、咀嚼音がもうちょっとマシになって、みんなに喜んでもらえる見やすい動画に変わることを祈りながら、これからも使っていきたいと思います。またね、いろんなマイク、お部屋で使う、毎回こればっか、これも外向けにしたいね、ほんまは。で、お部屋で使うときは、単一方向のね、ちょっと前にぶら下げ用の大きなやつ買ってダメやったから返品してんけども、あんな系のマイクまた欲しいなと思って、子供がね、今単一方向の、据え置きのチャット用のマイク買ってんね。あれも3000ぐらいだったかな。あれもまあまあいいらしいね。まあ、そんな感じで、やっぱりゲーム実況とかするときは、音をうまく入れるためにはこんなんもやけども、やっぱり据え置きのカメラが欲しいな。チャットするときとかもね、音入りやすいし、そんなん欲しいなと思うよね。まあそんな感じで機材、これからも、増やしていって、ね、YouTube をちゃんとね、みんなに喜んで質を良くするためにも、まず機材を揃えないとやっぱり無理。機材の限界があんねんね。だからこの前この PC60 で音入りすぎる、カメラのマイクを使うと音が小さい。で、やっぱ音を聞き取りにくい。結局あっちゃんのね、見てくれてる人って、あっちゃんのこの一日の風景を見てくれてる。プラス声も聞いてくれてる。あっちゃんの言うトークを聞いてくれてる。だから
ね、あっちゃんのしゃべりを聞いてくれるありがたいことやからね。だからあっちゃんの言葉もちゃんと伝わるようにマイクをちゃんと拡張していい状態で放送していきたいと思います。ということで今回オリンパスの ME52W 買いました。また気になる人はリンク貼っとくけども、まあね、普通生活してたら ME52W この、ピンマイク買うことはないと思うんだけどね。あっちゃんはピンマイクつけてお出かけするんで、ピンマイクは大事なあっちゃんのお仕事のパートナーなんで、またねいいの買いたいと思います。いいやつね、1万超えるやつもあんねん。それも迷ってん、買おうかどうしようか迷ってんけど、まだでもだオリンパスのこれ結構好評で2000いくらやったかな、2000ぐらいやったから、買ってみました、ね。まあ、安物買いの電入しないになんのか、それともやっぱりいいものやろ。でもね、マイクとかね線とか安いの買っちゃやっぱダメ、って思った、でもこれオリンパスやからね、やっぱりねある程度のメーカーのものを買うと間違いない。まあ製造は日本じゃないと思うけど、オリンパスやからいいんちゃうかなと思うねん。まあ試してみたいと思います。こんな感じでね、これから音、今日の音どんな感じでしょうか。テレビの雑音入っとくかな、ごめんね。これテストで今20でちょっといつもより大きめでテレビ回しとんだけどもね、どんな音になってるのか楽しみです。はい、ということで今日のあっちゃんの、新しいお仕事のパートナーマイクロフォン、単一方向単一指向性、モノラルマイク、オリンパスの ME52W の紹介、良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してみてくれるの待ってます。よろしくね。ではまたね、バイバイ。